じゃあ新しいピンを入れてください。985454です。最初ですね。いいですかね。先ほど言いましたように、早ければ早いほど点数が高いです。じゃあもちろん正解しないと点数をもらえません。では始めたいと思います。第1問。6問です。全部で。それ簡単です。はい、では第2問。あ、今はマイキーチーターさんが1番です。はい、第3問。ワンダードルフィンさん、どなたですか。あ、いいですね。第3問。これ全部好きなんですけど、これ正解を選べって言われてしょうがないから1個選んだんです。牛めし毎日食べてます。毎日食べてるんですか。すごい。では今1位の方はカインドタートルさん。カインドタートルでは第4問。本当は全部なんですけど、そう、なんか、で、一個選ばなきゃいけない。美味しいですから。非常に日本で一番美味しい国民の代表です。国民の代表食だそうです。はい、ワンダードルフィンさん。では、はい、第5問。第5問です。あ、和樹さんの問題です。彼20キロ痩せたんですよ、半年で。その話だった。あ、すごい。サラダチキンを食べてました。何キロだろう。90ぐらいから70ぐらい。この人は絶対チートだって。では、最後の問題に行きたいと思います。
あの15キロ太って20キロ痩せたんで、こう服がやばくなってきて、こう痩せてなんとか元に戻ったのが一番嬉しかったです。では、優勝の方は。ワンダードルフィンのトランサーでした。あ、大丈夫です。